はい、こんにちは、みほとけです。上野、なんと上野公園にはいろんなお寺があるんですよ。もともと徳川家が持ってるお寺で寛永寺っていうのがあったんですけど、それがあっちの方にいっぱいあって大きいのがあって、それの土地だったんですね。だからお寺が多いんです、上野公園。イエイ。じゃあちょっと今日は皆さんにとっておきの大仏を紹介したいと思います。ここ桜並木だから桜が綺麗らしいんですけどね。新緑です。チュッ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 。こういう散歩企画ってなんかそわそわしますね。何喋っていいのかって感じ。上野大仏はもともとちゃんと大仏だったんですよ。でもなんだっけな、東京大空襲かな、か関東大震災かなんかで焼けてなくなっちゃって顔面だけ残ったんですって。さあ、そろそろ近づいてまいりました。いや、こんな顔面の上野大仏さんが上にいるんで、なかなか珍しいですよね、顔面だけが残ってるって。顔面だけでこれくらいだから体で言ったらめっちゃありますよね。いや、鼻が大きくてね、個性的な顔の大仏様でした。上野公園にはまだまだお寺があるんで、ちょっとそこをご紹介しましょう。花園稲荷、花園神社とは違うんですか？神社詳しくないんですけど、稲荷さんあるんだ、知らなかった。縁結びの祈願、白羽の矢、花園神社。絶対こういう人と散歩したくないですよね。はい、大仏から歩いて10分から5分ぐらい。清水観音堂です。これは京都にある清水寺をモチーフにちょっと似せて作られた、本当にそれを似せて作ったものなんですけど、その江戸時代の徳川家の人たちがここを作る。江戸時代からゆかり、江戸時代 の絵巻物に残っている松の木と同じらしく、それぐらいの樹齢があるんでしょうか、わかんないですけど、これ中にお瓶つる様って言って、撫でるとこ撫でたらそこの調子が良くなるっていうお地蔵様じゃないかな、お瓶つるさんっていうのがいるんですけど、真っ赤で目力ギラギラで、もうまさしく言うこと聞いてくれるんじゃないかみたいな、すごいパワーありそうな触れる仏像があるので、それもおすすめです。赤くて綺麗な清水の舞台が上野にもあるっていう話でした。さあ、続いて皆様こちらへ参りたいと思います。清水観音堂のラストバーですね。こちら階段を降りると忍ばずの池という池がありまして、ここには、弁財天がいる弁天堂がございますので、そちらをご案内したいと思います。はい、どうぞ。こちらあります。これ、ハスの花ですよね。ハスの葉か。ハスの葉といえば、みほとけが連載をやっているお坊さん Q&A サイトでおなじみですね。もっと入り口の方のさらに後ろの方に行くと寛永寺の本堂が大きいのがあるんですけど、ちょっとそれは今日は行かなかったですが、そちらもぜひ見てください。ありがとうございました。また見てください。ではこれにてナムー。